おい。もうねー、わかんない。じゃあ、スパスパッといきましょう。はい。でも僕はそれを、うかいと呼んでしまいました。はい。からの、そうですね。はい。いいです。はい。全然僕はですね、全然普通にイノシシって考えましたね。でも、イノシシなんですけど、十二支で読んでしまいまして、僕は、イと読んでしまいました。はい、そして、こちらですね。はい、イカでございます。もうマジでね、超迷った。して、僕はこちらですね。火星だと分かったので、石をかけました。はい。はい。はい、ここで間違えたんですね、僕またね。でもね、僕ね、あの時言ったじゃないですか。現象ですかと。僕はし、そう、僕はしと呼んでしまったんですね。はい、こちらですね。塩ですね。料理にも使うし、盛り塩もするよっていう。阿部さんですね。そう、ただ、そこまで僕読まなかったんですよ。アベとしか読んでなかったので、こちらですね。はい、ベロでございます。まあまあまあ、わかりやすい。まだね、まだわかりやすい方だと思いますよ。はい。ロバですね。ロバパンがね、ありますからね。はい、次が問題なんですよ。はい。そう、ポコッとしすぎたんですよ、これ。うん、普通に腹ですね。そう、井戸ですね。まあでも、ここでちょっとサービス問題だったので、まあヒントもあったので、次ですね。はい、ドリルですね。まあまあ、わかりやすいんじゃないですか。これね、わかんなかったんですよ。
で、あ、そう、ここで僕、ルンバだと分かんなくて、ルーレットだと思ったんですよ。そう、だから、濁点をつけて、ドアですね。もうね、夫婦って何って思った、本当に。もう分かんないよ、それは。もうね、さすがに分かんなすぎて、なんだそれってなったので、僕、もう、ここでですね、僕ね、考えるのを放棄したんですよ。そう、もうね、好きに読み取ってと思って、ちょっと試合放棄をしました。いや、多分、この時ですね、残り3秒ぐらいで書いたんですよ。そう、パスだったんですよ。そう、これはね、わかりますね。米ですね。しかも、精米する前ですからね。そうで、次ですね。はいはいはい。まあでも僕は一応目として一応書いてしまいました。連想ゲームですかね。そう、マルコですね。もうね、それに関してはね、まあいろいろあったんでね、今までね。まあ、で、次ですね。はい、そうですね。これはまあ分かりやすいんじゃないですかね。最初、えって言ってましたね。そうですね。マリーですね。まあまあまあ、流れでしたね。でも、ここで僕は遊んだんですよ。はい、リールです。読み取ってくれましたね。これはね、でもね、見たことない人結構いると思うからね、ちょっと怖かったですね。そうですね、ルルブですね。結構多かったですからね、今回。そして次ですね。そうですね。僕もブリキと考えてました。もうね、最後の最後に遊びすぎてよくわかんなくなっちゃったんですよ、俺。そう、でもそれを、それね、分かんなかったの、本当に。僕ね、筋肉マン系でちょっと考えちゃったんですね。いや、そう、それで、筋肉マンの本名ってなんだっけと思って、全然分かんなくて、あ、ウルトラマン太郎的な感じじゃねと思って、牛ですね。はい。そうです、そうです。いや、もう4本足出ちゃってる感じ。そう、でも、まぁ、ちょっとでも時間あると思って、残り2秒ぐらいで牛乳パック買おうと思ったんですよ。いや、俺、それなんかね、もう、多分、牛でサイロだろうなと思って。はい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 。それを牛乳パックとビリッと多
まあそうっすね。その形は、その形は難しい。でもなんか後ろに取って受け取れた俺ですね。そうっすね。はい、志村でございます。で、最後ですね。最後、ちゃんと志村という言葉が合っていたので、私はこちらを書きました。んで終わっちゃうじゃないですか。もうね、ラで思いつかなくて僕。ライスです。まあまあ、まあ一応最後。はい。とりあえず収まったので。あまりにもひどい最後でしたけども、最後もグズグズだったな。はい。間違いなく僕が悪いですね。僕が読み取れてないですね。そうですね。はい。はい。で、こちらの今回の動画で使った紙、絵ですね。は、最初も話しましたけども、ドルドルの方に置いておくので、もしよかったら見てみてください。は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 い。そうですね。はい。動画の方には多分残るか残らないかちょっとわかんないですけども、ちょうど、ツイッターの方を見ていただければですね、ツイキャスの配信の告知は言ってるかなと思いますので、はい、やってたんだなということで、動画で見ていただければと思います。お願いします。ブーちゃんでした。したっけー。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。